ウィリアム・ブレイクの著書に書かれたことわざことわざとは、鋭い風刺や教訓、知識などを含んだ、世代から世代へと言い伝えられてきた、簡潔な言葉のことである。理言とも言う。ことわざは、観察と経験そして、知識の共有によって、長い時間をかけて形成されたものである。その多くは簡潔で覚えやすく、言い得て妙であり、ある一面の真実を鋭く言い当て,ている。そのため、 詳細な説明の代わりとして、あるいは説明や主張に説得力を持たせる効果的手段として用いられることが多い。慣用句と重なる部分もあるが、一般の文の中でその一部として用いられるものを慣用句といい、文の形をとるか、または簡潔ながら文に相当する意味を表すものをことわざというのが普通である。ことわざの基本構造が A は B、A の B、 A より B といった偶数構造であることは多くの研究者によって指摘されている。例えば、折口忍は歌とことわざの分かれ目を歌が奇数率であり、ことわざが偶数率である点に着目した。また、池田や三郎は俳句や戦流が偶数字縦に短縮されてことわざに変化することに着目し、文芸とことわざの違いを説明している。 偶数構造を持つことわざに共通する点は二つあり。一つは、二つのものを対象させて提示することで、お互いを際立たせるレトリックとして機能するとともに、物事を弁証法的に見る点にある。もう一つは、極限まで切り詰めた表現であることわざは、よって立つ論理すら省略されている点にある。アラン・ダンダスは、ことわざが、ことわざとして機能するには少なくとも一つの主題と一つの、 呪述を備えていなければならないと述べた。例えば、荒野の白馬釜の場合、荒野が主題で、白馬釜が呪述である。一組の主題と呪述で命題を構成する必要があるため、一語文のことわざは論理的に成立し得ない。ことわざは、その文化に属するものの思考に、意識的あるいは無意識的な影響を及ぼす。ヨーロッパのそれぞれの文化のことわざは、非常に似通っている。一方、 異なる文化の間でも、同等の意味を持つことわざ、慣用句があることも多い。例えば、先導を多くして、船山に登ると、一方で、女房と畳は、新しい方がいいという特殊な価値観を示すようなものもある。ことわざの中にはしばしば反対の意味を示すものがある。例えば、三人によれば、文珠の知恵と、先導を多くして、船山に登る、津の子は津。 ウリの鶴には、ナスはならぬと、死より育ちあるいは、トンビが高うむがある。前景のことわざにも、女房と味噌は、古い方がいいという例がある。また、同じことわざでも、文化の背景が異なることによって、全く別の意味に受け取られるものも少数ではあるが、存在する。例えば、エーローリンストームギャザースノーモスは、イギリスや日本では、落ち着きなく動き回っているものには、 能力は身につかないという意味である。一方、アメリカでは、いつも活動的に動き回っている人は、持っている能力を錆びつかせることはないという意味になる。これは、苔を否定的に捉えるか、肯定的に捉えるか、に由来する違いである。日本においても、例えば、情けは、人のためならずは、しばしば本来の因果応報という意味で理解されず、誤解されることが多い。背景には、 古語と現代語の文法の違いなどがある。典型的な誤解釈としては、人に情けをかけてはいけないというものがあるが、近年では、双方の意味が併記される辞書もある。岡林春夫は、特に若者に誤解されがちな、ことわざとして、お茶を濁すや、カッパの川流れ、可愛いい子には旅をさせよなどを挙げている。ことわざは一時一句、固定しているように見えるが、実際には短くなったり、 長くなったり、異なる表現になったり、変化がある。また、象徴もある。A.B.C. 武田勝明、福田明、真部雅宏、上皇通る、2003、ことわざの仕組み、ことわざにおける、推論のプロセス、高等伝承、唱え歌ことわざの世界級、密谷書店、講座日本の伝承文学 ISBN48 億3823万1229。 五感書、半朝伝、朝曰く、不入苔血、不徳苔字。名、羅漢中、三国演義第七十回、中曰く、不入苔血、炎徳苔字。岡林春を、若者のことわざ解釈について、五解釈の背景日本教育心理、学会総会発表論文集五十一号、二千九年、例えば、時田正水など、ポケモンと一緒に覚えよう。 ことわざ大百科スタート。読売新聞。2009年3月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年4月1日閲覧。森光一、江戸、日本の古代語、前方後円墳の世紀。中央抗論者、ありがとうございます。